ですけど、マジでスロットをやってる人って将棋でいられるんですか？いや無理よ、そんな将棋ではない今。皆さんおはようございます。歌で七福届けます。セブンズ TV VTuber の七福あかねです。それでは本日もセブンミッション。セブンミッション2とは、七福あかねに新たに課された7つのミッションである。ミッションを全て達成すると、今回はイビーの制作をセブンズ TV が完全バックアップすることが約束される。引きと努力でミッションを達成せよ。おはようございます。おはようございます。前回は6つ目のミッション達成おめでとうございます。ありがとうございます。いろいろ辛いこともあったんですけど、バルブレイブさんと鏡さんとね、魂のやり取りができて楽しかったです。はい、それではセブンミッション2、最後のミッションを発表していきたいと思います。はい、最後のミッションはスマスロ鏡でエクスタシーモード、超プレジデントボーナス、絶頂ドリーム、この3つのうちいずれかを引くです。横文字がたくさんだっていうか、また鏡さんなんですね。前回はちゃめちゃにやられちゃったんですけど、今回こそラストミッションにふさわしくバッチリリベンジして、鏡さんのことこそはちゃめちゃにして EP 作りたいと思います。それでは早速実践していただきたいと思います。はい、若干の不安もありますが、それではラストミッション実践パートへ。はい、はい、おはようございます。ということで、本日こちらのウィス、どうも、はあ、やあやあやあ、心を通常することができたかもしれない。そんなわけで今日はですね、あ、ビッグクラッピーさんとおっしゃるんですね。ビッグクラッピーさんのいらっしゃるこちらのですね、ピーアートカガミアナ店さんに本日お世話になります。シフトと申します。よろしくお願いいたします。そうです、それわっしょいわっしょい。はい、なんと最後のミッション続けてね、お店さんです。そしてなんと続けて鏡健志郎さんです。でね、なんと私10番を引いたんですが、なんとね、今物理的に人類は7人ほどしかおりません。そういうこともあるのね。人数より多い番号も出るんだ。学び終えました。入場までちょっと待とうと思います。おはようございます、よろしくお願いします。近い近い、もうある。よいしょ。それでは鏡さん、本日は対戦よろしくお願いします。はい、それではヘイエリートサラリーマン鏡さんでエクスタシーモード、または超プレジデントボーナス、または絶頂ドリームを引く、やっていきたいと思います。超プレジデントボーナスと絶頂ドリームはリスクを獲得した時の一部とのことですので、まずはリスクを獲得するのが大事。リスクお祈りゲーミング部しながら待っていきたいと思います。それでは鏡健志郎さん、今日も一日対戦よろしくお願いします。いつもなの前回のミッションがね、いろいろあったじゃないですか。いろいろあったでしょ。忘れられない思い出をね、鏡さんと一緒に作れたのは間違いないんですけど。ようこそ、鏡さん。はい。はい、あとは任せたよ。任務開始さ。おう。おう。見てください。私が今まで見た鏡健志郎さんの中で一番素敵な姿です。どうですか？ナイス！美しすぎ！いや、教会にいる健志郎さん、いいな。ということで、朝一ラブホースは、うちへ来たすどんだ。はい。いい大胸筋な。はい。よいしょ。おい！気持ちいい！気持ちいい！待って、めっちゃ速くない？パーフェクトボディー！はい、ということで、なんと、めっちゃ速い！投資1000円！20ゲームで、ボーナス！狙いたまえ！あ、
赤沼で合格です。ピクピクしちゃってます。まっさっさっ、加賀美さん、加賀美さん、ということで134回獲得で終了です。あと60ゲーム、ボーナスやろ、やらないやらないか。その朝一からね、甘やかさないよっていう、そういう強い意志を感じる。うわー、ありがとう。ドリカムもない。はい、実は今日のミッション挑戦にあたって、前日にお寺さんに初詣に行ってました。ちょっと遅くなっちゃったんですけど、でおみくじを引いたんですけど、今日でしかもね、遊びで失ったお金は戻ってこないから気をつけろみたいなこと書いてあって、先行きが不安になるおみくじだったんですけど、でも逆に考えれば今日ってこれよりは悪くなんないから、もっと良くなるということをね願って誠実に行きたいと思います。はい、スマスラの怖いところ、メダルを認識できなくなるところ、3枚目です。はい、4枚目、目、目、5枚目です。ちょ、笑い出てくるようになっちゃった。6枚目です。はあ、これ改めて思うんですけど、マジでスロットをやってる人って将棋でやられるんですか？いや無理よ、こんな将棋ではない、今なんかの人体実験。はい、ということでね、あの7枚目です。あ、私かなり世界平和望んでるタイプなんですけど、闇落ちして魔王がこの世に生まれる意味が分かった。魔王も多分スロット打って闇見て無理になったわ、こんな世界は滅ぼした方がいいとか、そこまでたどり着く可能性がある、こういう気持ちなのかもしれない。今私が魔王になったら、薄い本で加賀美さんをどんな目に合わせられるか考えてた。おそらく年齢制限がかかる。はぁ、はい、思わず大きい声も出るな、手もおぼつかないしね。ってことで8人目のゆきちです。はい、9枚目です。9枚目か、わかんない。はい、ということで皆さん数は数えられますか？私は数が数えられているか不安です。なんと10枚目です。はー、はい、はい、はい、ということで218ゲームで今、もうちょっと回したいところではあるんですが、今日ね持ってきてた10万円がありまして、それが全てでお金がありません。はい、なのでね、もう今日は打てないということで、ここで終了にしたいと思います。本日のグラフご覧ください。累計ゲーム数が5599ゲーム、そして今日の最高枚数397枚、えぐい、右肩下がり、そして血を張っているグラフです。5600ゲームでね、10万円投資でもうセルフ全通してしまったわけですけど、ただただ今は悲しいです。はい、はい、ということでおはようございます。2日目です。ってことでね、今日もヘイヘイピーアーク相模大野店さんにお世話になります。よいよいよい、すごい元気をね出してくれと、言ってくれているはず。クラッピーくんだけ今日も頑張っていきたいと思います。はい、おはようございます。はい、はい、ということで抽選をしてきました。なんと、見て、1番、これスーパーの1番ですね。ありがとうございます。抽選人数はですね、だいたい20から30人ぐらいだったかな、まあ、でも1番なんでね、私はナンバーワンということで、高見さんに対する愛もナンバーワンということで、はい、そんな感じです。頑張ります。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ということでイケメン
鏡さんコーナーに来た端っこの鏡さん、よろしくお願いいたします。それではおはようございます。2日目ということでね、いろいろ考えました。前回に引き続きちょっと2連続で結構鏡さんにだいぶのめちゃくちゃにされているんですけど、やっぱり鏡さんにはちゃめちゃにされるのもちょっとありかなって思い始めてしまった。はい、なので最後のミッションね、達成するために今日も頑張っていきたいと思います。それではペテン、鏡さん今日も対戦よろしくお願いします。素晴らしいゲッチュー、ほいよこまん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 、まずはここから始めの第一歩、青い、はい、いく、おっとっとタイム、お、フィールドグッド、いいですよ、あーよいしょ、あー脳が焼けろと、ありがとう鏡さん、ってことで誰にも止められないよ、とりあえず雨取りは不可欠、グッドルッキングガーイ、トルキンガイ、鏡さん、どん、96枚獲得でアメリカンドリームいきましょう。エクスタシーどん、スーツです、はい、アメリカンドリームいくぞ、どん、はい、失礼、捕まってる、チャンス、はい、あー、ナイス、延命、光った今上、わあ、今上のとこが光ったと思ったら初めて見ます、こんなにいっぱい、よいしょよいしょ、お、チャンス目、ナイス、よいしょ、エクセレント20ゲームありがとうございます、あいよティエケラ、あい、あ3個目押せないと思いました、ありがとうございます、感謝御礼、次もどうですか、よいしょと、うん、無駄さ、延命したから頑張りたい、ファイト、お、あ、今の人あちあちおじさんじゃない、はい、バロー、誰だ、あー激アチおじさんだ、はい、岩ビスさんよろしくお願いします、お分かりいただけただろうか、私それまで1万ゲームほどですね、ミッションで鏡さんを回しています、そう、1万ゲーム以上回して初めてのディスクです、もう喜びもひとしお、もう色とか言ってられない、本当に嬉しい、はい、ということで次はディスクジャッジメントいきましょう、ここではちゃめちゃにする、絶対はちゃめちゃする、よし、オーケー、頑張っていきましょう、いいよ、何かな、うおー、あ、なんか震えてる、うおー、頑張れ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 、え、超プレジデントボーナスあるやん、超プレジデントボーナス、どうだい、ケイシローダンス、やった、ケイシローさんのダンスが見れます、こいつが震えていた、偉かったね、それではとどろけドリーム行くぞ、おー、ケイシローダンス、ザ・ウィスタードラッキードリーム、え、このケイシローさんバージョンマジで良くない、え、前にね、そのショートに上げてるやつ、それの時にね、やっているんですよ、その時は441ゲームかなぐらい乗せてます、お、軍曹偉い、軍曹偉い、はい、よく頑張りました、偉すぎ、お、偉い、 OK、なんか子役をいっぱい引いていけば無限にできるとのこと、よいしょ、おいや、はい、エクセレント、うーん、デンジャーですね、次がここで何か引けば耐える、ほいほい、出る、あー、ノープロブレム、偉すぎ、剣心、オッケー、さあ次デンジャーだが、お、引いてる、神です、これは継続、おい、お、赤ナイスよ、よいしょ、クナビキゲットイン、ありがとうございます、これはね、前回もやっている私、いいやつだ、傾くやつだぞ、グラビティー、さあ、よいし
しょよいしょよいしょよいしょ、頑張れ。お、お、素晴らしい。50ゲームありがとうございます。ということで次よ、ここです。はいはい、リップ、あー素晴らしい。アンド、おー、そこ引くか。アンド、お、アンド、ありがとう。プラス20。さ、デンジャーです。ドッターふぅふぅふぅ、しょっぱい。まあでも130ゲームです。ってことでアメリカンドリーム、ただいま。いや嬉しいな、ディスクをもらえた。もっと頑張れる気がします。一緒に行きましょう、鏡さん。おい、赤い、いいですよ。はい、ありがとうございます。よいしょ、ほい、よいしょ。次よ、チェトサンキューです。プラス20ゲーム、サンキュー。あー、うわ、神、え、逆回転しとる。嘘、どういうこと。ありがとう、ありがとうございます。はいはいはい、お、これは普通に出る。いや、すごかった今の。あ、めちゃめちゃにテンション上がっちゃった。はい、取り込む、ない。ということで896枚獲得です。まだ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 、本当にまだまだあるんだ、嬉しい。今本当にないかと思いながらまだまだって言った。ごめんなさい、鏡さん伺って。頑張りましょう一緒に。え、待って、なんか曲がいつもと違う。これは何の曲？なんか聞いたことない曲だったからちょっと調べた。なんとかゴージャスって言ってるから、多分これジャジャスゴージャスだと思うんですけど、この曲なんかかかっているとこの50ゲーム以内にディスクが獲得できるかもしれん的な感じらしいです。 OK、 ママの味、ママの味、ディスクありがとうございます。タガミさん、私のママになってくれるってこと？ミモミモ、え、待って、ミモミモ言ってる。いやー、私だけに特別ライブをしてくれてるんだ。ジャガスゴージャスからのミモミモ、もう連続の3セットリスト最高ですよ。ありがとうございます。10オーバー、やったぜ。おい、ナイス、ラスト。ということで今再びのディスクジャッジメント行くぞ。よろしくお願いします。はい、ジャッジメント、 OK、 レディゴー。うーん、超プレジデントボーナスください。よろしくお願いします。はい、失礼、つかまする。あー、ちょっとさっきと違うぞ。さっきは震えて緑だった。頑張れ頑張れ頑張れ、いけるよ。ファイトファイトファイト、諦めるな。アメリカンドリーム、まあ釣れるのがね一番ありがたいですから。これがエクスタシーモード、どうですか。さすがにそんなことはなかった。ラスト、はい、ということで1212枚獲得。まだ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 はない。ドリカム、はい、ということでドリカムです。 50% ぐらいだったかな、ドリカム。アタック7、いくぜ。7ゲーム以内にガモンを発生させろ。おー、めっちゃヘイ、なんか引いた。よいしょよいしょ、これは引いたんじゃないですか。え、ダメですか。今のではダメだった感じですか。5 3 2 1、ラスト。これもしかしてダメだったってこと。あー、マジ、残念、ドリカム残念でした。いやでもね、しかし今1300枚ほどあります。今までのを考えるとですね、かなりマシの方なので、少しね心穏やかにできると思います。引き続き頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。イエト、赤の突然のホットトタイム、え、これ続くでは。ラストゲーム今入ったもんね、だってどうですか。どう、ええ、お、終わる、はーい、い、今のは期待しちゃうじゃん。今のは期待しちゃうじゃん。ということで突然の KZ です。はーい、よいしょ、あらあら、はい、こういうこともあるんだ。そうだよね、突然ホットタイム始まったもん。
もね、よかった。じゃあアメリカンドリーム行きましょう。はい、クッソ T ではないけど頑張っていくぞ。はい、ナイスよーチェ、サンキュー。まだまだありませんか。まだまだ、ありがとう。おい、バーサル、アンビリーバボーだが、お、どうですか。えらい、最高、えらすぎ、おい、えらいね、ありがとね、よしよし。はい、それでは、おいにしてもらいました、うれしんご、ありがとなす。はい、ということで、青いディスク、ジャージベンド、いきましょう。青いとどうなっちゃうんだい。よいしょ、さあ、頑張るぞ。赤より青の方が、番長シリーズいいはず。お、並びがまずめっちゃいい。超プレゼントボーダーソフト。お願いします。どうだ、うーん、青くないか、青くないか、どうだい、どうだい、青くないか、遠くないか、突然飛んでいかないか、ディスタンスどうだ。はい、とどろけドリーム、あ、全然いいです。もう贅沢言わない、もうしょうがない、こればっかりは。ケイシローさんの歌もっと聴いていきましょう。さて、とどろけドリーム、キャーかっこいい。はい、ケイシローさんダンス、とどろけドリーム、本日2回目マジでスーパーチョーズハッピー。オーケーオーケー、やるのだ。35、エクセレント、 OK、 ダイナマイト、エクセレント、エクセレント、どうだ、だー、嘘、終わってく、ちょっとあまりにも下振れすぎんか。70ゲーム、嘘やろ、マジ青かったが、ディスク嘘やろ、まあ青ディスクやったの、じゃが。はい、500オーバー、どうですか。え、偉すぎない、ちょっと。はい、あー、神谷、神谷、感謝を申し上げー、ラスト、はい、ドリカム、あー、え、無限ドリカム編入ってる、もしかして、いくぞ、あー、あー、どんまいすぎる、機械が見た、いやー、残念だね、雨取り後なんで天井も近いし頑張ります。はい、終了ですかね、まだまだ、ど、あー、終わりです。何事もなく終わっていく、ドリカムなし、159枚で終了です。なあ、雨取りなし、ダートライ、ドア、しんどい、74枚で終了です。とんでもない枚数になっちゃった、59枚獲得です。はい、117枚獲得です。はー、はい、はい、ということでですね、5000ゲームほどやりました。はい、この辺りで終了にしたいと思います。投資が3万2000円、回収がもちろんゼロ。それでは本日のグラフがこちらです。累計ゲーム数が5178ゲーム。あー、朝ね、やった感じもいけるんじゃないかなって感じだったんですけど、その後がもう急降下、フェードアウトみたいな感じでしたね。2日間の実践、お疲れ様です。お疲れ様です。今日もミッション達成できませんでした。前回の負けも含め、シチュークさん的にもかなり厳しい状況かと思います。そこで私たちも話し合いをしまして、ミッションの内容を変更し、後日別のミッションでリトライするという話が出ました。もちろんシチュークさん次第ではありますが、いかがなされますか？なんかスタッフさんから初めて人間味を感じるような気がします。いや、その20万円を急に失うなんてもちろん初めてですし、
だいぶ娯楽費の範囲を超えてて、正直今までで一番しんどいミッションだなと思ってるんです。なのでミッションの変更をお願いしません。スタッフさんたちの気持ちは本当にありがたいんですけど、今はどうしても鏡さんにリベンジを果たしたいと思ってます。まあ今までなんとか達成してきましたので、今回もなんとかなる精神で頑張りたいと思います。ぜひこのまま挑戦させてください。わかりました。では引き続きこのミッション達成まで頑張ってください。はい。それでは最後に締めていただいて。はい。それではここからは前回いただいたコメントにお返事をさせていただきたいと思います。タチやスローを始めて1年くらい経った頃に、1日に10万円投資した時は感情がよくわからんことになったなぁ笑い。あかねさんもある種の通過儀礼を終えた感じですね。おめでとうございます。ありがとうございます。よかった、よくわかんなくなるの私だけじゃなかったんですね通過儀礼終えて一般通過シチュークになれましたので、また人生について一つ賢くなっちゃったなと思います。毎回明るく元気な七福が闇落ちするの、いつか見たいと思っていたから、今回願いが叶った。また闇落ちした姿見たいんで、これからも実践動画見たい。いや、闇落ちってやっぱいいですよね。いや、素晴らしいご趣味をお持ちで、大変気が合いますね。自分じゃなければ。敗北を知りたい。知れた。即落ち2コマ?その他、たくさんのコメントありがとうございました。個人チャンネルで配信も行っていますので、どちらもチャンネル登録と高評価、そしてツイッターのフォローよろしくお願いします。次こそミッション達成するぞ。あーあーよいしょ。えこれはい、えご無沙汰しております。どうもよいしょ。ありがとう。よっしゃ。あーよいしょ。次回、セブンミッション2ラストミッション、無限挑戦編。七福の歴史に、ワンモアページ。